にちは、トリッシュ・ユア・セルフの京介です。今回はですね、美容院に行って髪を切りに行きたいなと思います。僕今、なんでこうやって帽子かぶってるかっていうと、僕めちゃくちゃ髪の毛がすっごく伸びまして、約5ヶ月は髪切ってないんですよ。こちら一番下に書かれてるやつが1月25日って書いてあるんですけど、これが証明になるかどうかちょっと微妙なところなんですけど、今6月11日なんですよね。なので本当約5ヶ月弱切ってなくて、もう髪の毛すっごい伸びました。もう目がもうこんな感じでかかるぐらい。なんでこの動画を撮ろうかと思ったかっていうと、このチャンネルを開設する前から決めてたことなんですけど、この僕のチャンネルの名前はポリッシュ・ユア・セルフ、これ直訳すると自分磨きっていう意味になるんですよね。ただこれが向こうで本当に使われるかどうかはちょっと微妙なんですけど、自分磨きって Google 翻訳で検索してポチってやったらバッて出たんで、じゃあこれでいいやっていう感じで、この僕のチャンネルの名前が決まったんですけど、なんでこれをやろうかと思ったかっていうと、僕の今までの動画を見ていただけたら分かるんですけど、28年間彼女なしっていうタイトルがついてるんですよね。僕本当にそれはマジで、なんで今まで彼女を作らなかったかっていうと、シンプルに言うと自分が嫌いなんですよね。自分に自信がないっていうのがあって、だから自分に、こんな自分を好きになってくれる人はいないだろうなと思って、なんか最初から諦めてるような感じで過ごしてて、あんまり恋愛をすることなく今まで生きてきました。去年あたりからちょっと28歳になって、さすがに恋愛を知らないままで20代を迎えるってちょっとさすがにやばいなと思ってきて、もう気づくの遅えよって感じなんですけど、だからちょっと本気でこれから、モテるためにというか、彼女を作るために頑張ってみようかなって思ったんですよね。でまずシンプルに分かりやすいのは見た目から改善していこうかなと思って、その第一発目を髪を思いっきりイメージにしてみようっていう動画を撮ろうかなと思いました。そしてあと、先ほど自分が嫌いだっては言ったんですけど、自分の見た目も良くするしてどんどん自分を磨いていったら自分を好きになれるんじゃないかなと思ったのも理由の一つなので、頑張って自分を磨いていこう、男を磨いていこうっていう動画を今後作っていこうと思います。それでは早速行ってきます。はい、では代官山に到着しました。で僕が行く美容院は恵比寿にあるので、これから恵比寿に向かいたいなと思います。行ってきます。今回僕初めて東京の美容院に行くので、ちょっと結構緊張していますね。僕全然今まで美容院にお金をかけたことなかったので、恵比寿にあるオシャンティーなところで髪を切ってもらうなんてまさか思ってもいなかったですね。一生世話になることないだろうと思ってました。髪なんてすぐに伸びるしなって思ってて、あまり気にせず生きてきましたし、だからモテないんでしょうけど、無事着いたのはいいんですけど、僕が行く病院の同じフロアにボクシングジムみたいなところがありまして、その結構すごい音が鳴ってたんで、初めて行く病院の緊張と全く僕の縁のない世界との思わぬ出会いで余計にガチガチになってしまいました。すっごい緊張します。早速お店に入って、もう見てわかる通りすごいそわそわしてますね私まずは本当に撮影許可をいただいて本当に感謝感激山嵐です。ただ自分がどんな髪型が似合うのか実は全然全く分からなくて、どんな髪型にしてもらうのかも決まってないんですよね。自分のセンスがおしゃれなのかも分からないので、自分のセンスを信じるよりはプロに相談するのが一番いいんじゃないかなと思っています。
まあ、だから今回相談しながら決められたらいいかなって思っています。なんか髪の毛って今これどれぐらい経ってるんですか。って4ヶ月ぐらい、はい、そうです、ね、はい、ビフォーアフターで結構分かりやすくそういうことですか、はい、ちょっと大体2ヶ月ぐらいでいつも切ってたんですけど、ちょっと今回4ヶ月ちょっと開けわざと開けちゃった、はい、わざと開けました。なるほど、はい、あの好みとして例えば前髪降り、さっきの写真だったら降りてるやつじゃないですか。あ、はい、下ろしてる方が好きなのか上げたいのかっていうのが違います。そうですね、いつも下ろしてるんですけど、ちょっとセンター分けもちょっとやってみたいなってなりまして。センター分けもやってみる、はい、ちょっと、はい、どっちが似合うかちょっと分かる。似合う似合わないはあんまりなくて、っていうのは、はい、あのまあ、長さのバランスとかはね、あ、はい、あの微調整で僕はこう似合うように切るんですけど、はい、あの大元は好みなので、あ、その髪型が好きかどうかっていうのが多分みんなの似合う似合わないっていうところのポイントになります。だから例えば自分がその髪型を僕は似合いますよって言ってやっても、好きじゃなかったら多分あんまいいなとか、これが似合うからって言われても多分いいと思わないと思うんですよ。で周りの友達とかそういう人たちもやっぱりあの似合う似合わないよっていうよりは多分好みの問題で、あ、それ似合ってるよ、それいいじゃんっていうのって多分、はい、好きかどうかなんですよね。あ、もちろんその好きなバランスの例えば前髪を上げるだったり短いだったり、はい、長いだったりに対して似合うようには切りますけど、はい、なんかやりたいやつに合わせたいな、例えばやりたいやつが髪の長さ足りないようだったりとか髪質的に合わないようだったらそれはそれで切りますから、はい、そう、それを教えてもらえると一番こう、はい、スムーズ、そう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 、ね、スムーズな感じがするかな。あとはなんか写真とかがあって見せてもらうと、はい、あ、この人とこれが好きなんだなとかっていうのが分かるので、あ、そう、そういうのもね一つ分かりやすいですよね。はい、ちょっとパッと 見てて、うん、これがなんか好きだなって思ったんですけど、あ、こういうのが好きですか。あ、はい、長さ自体は長いんだけど、はい、ひょろっとしちゃってるじゃないですか、ね、あ、そうですね、あの軽さが結構多分前回で出てて、はい、伸ばしたんだけど軽いところは変わってないので、あ、はい、まあ、そこをちょっと育てながらみたいな感じになっちゃう。育てながら、だから例えば今日こう作ってもドンピシャでそうなるっていうよりは、あ、今日より次回またじゃあ1ヶ月半とか2ヶ月ぐらい切った時の方がもっと良くなるような、あ、なるほど、ベースどんどん作る、そう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 、整えて整えて整えてが一番いいと思います。まあ、そういう風にね、今後はしていきましょう。はい、全くそういう知識なかったので、とりあえず伸ばせばいいかなって。そう、伸ばすって言ってもね、一緒にこう伸ばしていくのが本当はベストなので。はい、あ、だから一回シャンプーをしてもらっちゃうね。あ、わかりました。はい、お願いします。お願いします。はい、どうぞ。はい、今シャンプー終わったところですね。まず最初にお伝えしないといけないんですけど、この後の髪を切るシーンとワックスをするシーンはエイトさんのご都合で撮影 NG ということなのでカットさせていただきました。もうちゃんとそういうシーンもできたらお見せしたかったんですけど、それができないということなので申し訳ないんですがご了承ください。ちなみにエイド美容師さんに行こうと思ったのは、僕実は脱毛サロンに行っていまして、そこでお世話になっている店長さんにここいいよって TikTok の動画を見せてもらったんですよね、あのエイド美容師さんの。でその動画見て、え、すげえこんなに変わるのって結構驚いたんですよね。だからもしかしたら俺でも変われるかもしれないと思って今回行くことに決めました。一応ちょっと大丈夫ですか。今からシャンプー行きまーす。はい、行きまーす。行きましょう。いいですね。ありがとうございます。店長さんもそうでしたけど、他の店員さんもすごくノリが良くて明るくて星5ですね。すごく優しく対応してくれて本当にありがとうございますです。このノリの良さは見習わないといけないなって思いました。 OK ですね、ありがとうございます。こんな感じで、はい、あ、OK ですね。
ありがとうございます。失礼します。おすごい。張り上げて。ここはすっきりしてるね。はい、そう。で前髪はまあもうちょっと伸ばすぜっていう、ね、はい、重くしていくんで伸ばして、まあ、毛先まで引き上げて、はい、ちょっと重いところを増やしてい、きます、はい。まあそこの過程。もうここら辺はもう整ってるんだけど。はい、あとここちょっと立てて、そう、毛先したら完璧になるから、はい、ありがとうございます。オッケーです、はい、いや。嬉しいですね。これは嬉しい。すげえ。お疲れ様でした。よかったです。よかった。嬉しい。大体過去の頻度は1ヶ月から1ヶ月半、はい、なんでかというと長さよりも重さ上に乗ってくる髪の毛が増えちゃうんで、そうするとこうモコモコっと膨らんできちゃうから、ちょっとかっこ悪い感じ。そう、その前にやっぱ切りに来てくれると一番いい。はい、わかりました。はい、お疲れ様でした。はい、動画ありがとうございます。あ、本当にありがとうございました。はい、ではこんな感じですね。どうですかね。結構嬉しいですね。いい感じに切っていただいて、セットしていただいて。今回は本当に行ってよかったなって思いました。心から満足しています。今回はベースを作っていただいたので、次回行ったらより形が綺麗になってると思うので楽しみですね。その間少しでも髪型のセット上手くなろうと、YouTube でワックスの付け方を見て練習しようと思います。髪型が決まってるようになるまで自分でも練習していないといけないなと思うので、少しずつ腕を上げて男を磨いていこうと思います。不器用で時間かかると思いますけど、頑張って練習していきます。今回の動画いかがだったでしょうか。少しでも見た目良くなったと思ったら、いいねやコメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter、インスタ、TikTok などもやっていますので、説明欄からフォローお待ちしております。そして今回髪を切ってくださった店長さんの TikTok のリンクも貼っておきますので、フォローよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。